トマス・レオニダス・クリッテンデンはアメリカ合衆国の弁護士、政治家であり、南北戦争では北軍の将軍だった。クリッテンデンはケンタッキー州ラッセルビルでアメリカ合衆国上院議員ジョン・ J ・クリッテンデンの息子として生まれた。兄は南軍の将軍になったジョージ・ B ・クリッテンデンであり、いとこには北軍の将軍になったトマス・ターピン・クリッテンデンがいた。 父の5歳の娘であるキャサリーン・トッドと結婚した。その息子、ジョン・ジョーダン・クリッテンデン3世はやはり、アメリカ陸軍に勤め、1876年の、リトル・ビッグ・ホーンの戦いで、ジョージ・アームストロング・カスター・チューサと共に戦死した。クリッテンデンは、法廷弁護士として認められた。米牧戦争では、ザカリー・テラー将軍の志願副官として、また、 第3ケンタッキー主管副評連隊の中佐としてアメリカ陸軍に従軍した。戦後、イギリスのリバプールでアメリカ領事を務めた。1861年に南北戦争が始まるとケンタッキー州はその中立を宣言したが南軍を支持する危険性があった。クリテンレンとその父は北軍に忠実なままであったが兄は南軍に従った。この境界州では 悲しいがよくある話だった。クリッテンデンは1860年以来、ケンタッキー州民兵隊の少将であった。9月には、志願兵の順将に指名され、オハイオ軍第5師団の指揮官を任された。1862年のシャイロウの戦いでは、この師団を率いた。シャイロウの後で、志願兵の少将に昇進し、ペリービルの戦いでは、オハイオ軍の第2軍団を指揮したが、 その軍団はほとんど戦闘に参加することはなかった。ウィリアム・ローズクランズ少将が、オハイオ軍、改名されて、カンバーランド軍の指揮を引き継いだとき、クリッテンレンの軍団はその最奥に当てられ、ストーンズリバーの戦いでは、激戦を演じた。この時の功績で、後の1867年に、正規軍の順将に名誉昇進した。カンバーランド軍は再編され、 クリッテンデン軍団も解明されて、第21軍団となった。タラホーマ方面作戦とチカマウガの戦いではこの軍団を率いた。クリッテンデンと領友の軍団指揮官、アレクサンダー・マクックは、チカマウガの敗戦で避難され指揮官から外されたが、二人とも後に潔白を証明し、罪を問われなかった。 1864年のスポットシルバニアコートハウスの戦いで第9軍団第1師団を指揮していたトマス・ジー・スティーブンソンが戦死した。その後をダニエル・リーシュア大佐が引き継いだ。この決定はより経験を積んだ指揮官に置き換えられることになり、クリッテンデンが師団指揮官に選ばれた。5月12日にその職に就き、スポットシルバニアでの最後の日の指揮を取った。 クリッテンデンは、その後、コールドハーバーの戦いにも参戦したが、1864年12月13日に、除隊した。戦後は、ケンタッキー州財務官となり、1881年に、引退する前に、正規軍の大佐及び、名誉巡将となった。1893年に、ニューヨーク州スタテンアイランドのアナンデールで死に、ケンタッキー州フランクフォートに埋葬されている。 ありがとうございます。